はい、えー。皆さん、こんにちは。アニメ主塾の室井康ですえ。今日はですね、まあ、絵を描き続けるための生活習慣っていうのを、まあ、お話ししたいと思います。えー、最高本の P46 の内容です。えー、っとね、まあ、絵を描くっていうのはね、やっぱりね、なかなか体力い,いるんですよ。まあ、この今僕こんな感じで座ってる姿勢でね、えー、描いたりとか、実は今このね、あの、まあ、これ収録するね、机兼、えー、作業机なんですけど、これね、あの、昇降机になってて、こう上がるんですよ。ぐいーってね。だから、まあちょっと ちょっと体がねなまったなとか、なんか座ってて集中力落ちたなって時は少しあのまず立つ状態の、えー、高さ、今はこれが7 0ンチなんですけど、110ぐらいかな、110にしたり、えー、さらにもうちょっと上げて、120までいかなくて115とかね、なんか上げて、あのー、ステップ。 台の上に乗りりながらやったりとかねなんかそんなことしながらですね実はあのやったりしてるんですよ僕作業自体はねえっとねそんな感じでねあのね実はこうやって体をこう前傾にして こういう姿勢にするとですねあの首にとにかく負担が、まあ、僕の姿勢の場合はですね結構あの負担がきて首の凝りがめちゃめちゃ僕ねひどいんですよねで本当、えー、これって学生時代から慢性的な肩凝りでこれどうにかなんないかなっていうので本当にいろんなことをね試してきました でやっぱりね例えば腱鞘絵になっちゃうってねいう人もいるしなんか体調を崩しちゃうっていう人もいるしとにかく絵を描き続けるっていうのはなかなか大変なんですよね。でまあこの第1章の中で、えー、特に第1章っていうのはやっぱずっと絵をね好きでいる。 書き続けけるっていうことなんですけどやはりね体調を崩してはやっぱ絵って描けないしむしろ万全な状態じゃないとあまり描かない方がいいんじゃないかなその無理してなんだろうな、えー、健全な精神に健全な表現が宿るって僕はねあのまあ僕は勝手に思っているので、えー、それはねやっぱりメンタル的な部分と表現っていうのはやっぱりねえー、っとね、まあ、ある程度一致する部分っていうのはねあの僕の身の回りとかね僕の実体験 を通してそう感じるので皆さんにもまあね体調管理っていうのはなるべくしてほしいんですよ。で、体調管理ね、いろんなこと僕やってます。ちょっとそんなまあの話紹介していきたいと思いますま。絵を描くには思った以上にまあ体力がいりますよっていう話ですね、最初ね。必要ですってね。で、とにかく座り続けるのしんどいですよ。僕はね、絵をね、まだ39になるんですけど、ですが、死ぬまで描きたいとまあ一応思っているので、 まあこんなことしてます。でね、これはね、この最高本を書いてる時の話なので若干違いますのでそこも今ちょっと加えて、えー、し話していきたいと思います。週に3回のウォーキングね、最近あんましなくなっちゃいました。だけど、子供となんかプールに行って、 たりとかあるいはえー、っとなんだ自転車乗ったりとかを子供となんか自転車乗ったりとかまあそういうのをやった後ねゴルフの、えー、あれかコースに出る月に2回ぐらい出てるかなとかで結局あのウォーキングっていうのは割と補ってたりします。で、えーっとまあ、ゴルフ練習っていうのはこれ家で自宅でやってます。で腹8分目 これね、あの昨日、おとといだっけな、軽く話したと思うんですけど、朝はあんまりなんだろう、固形物食べないよって話したと思うんですよね。まあ飲み物とか、なんかそういう系で、えっ、ー、と、なるべく午前中は過ごしています。で、えー、だから2食ですね。僕2食です、基本。僕はね。で、これは僕の年になったから、まあ3、えー、もう40手前ぐらいなんで、そこまで、あのー、食べたいと思わなくなってきたんです。で、20代の時はもっと食って、 まししたもっと太ってました、僕実際。だったんで、あのそれはね、まあ、皆さんのその時その時のあの体調に合わせてください、それこそ3食食べないと1日持たないってね、もう10代とか20代の子はそうかもしれないし、いや、俺は2食もいらないかな、1食でいいよっていう人もいるかもしれないんで、ここはね、あの本当にあの僕の例なんです、これ、僕のあくまで、えー、やってる例なので、あの 皆さんも試してみてよかったら続けてなんかいまいちだなったら。 あの、やめてください。それは僕と体型も違うし、あの、筋肉とかね。あの、そういろんなね、各各各の条件って違うので、まあやってみて、いいと思ったら続けてもらえばいいし、良くないと思ったら皆さんに合わせてやってください。で、1日6時間以上の睡眠。これはまあ多分今もキープしてます。えー、もうちょっと寝たい日もあるかなと。7時間から8時間やっぱ寝たいかなって思ってます。で、飲酒数、月数回。月数回もやはりな、これなくなりましたね。コロナでもう消えましたね。あの、 おフ会のために一応飲んでたりして、まあ、月に2、2, 3回結局飲むぐらいの計算だったんですけど月1も今飲まないんじゃないかなマジでで喫煙はそもそもしませんとでなるべく笑うのはまあこの放送の通りですという感じでえー、っとやったあ、そうだそうだ皆さんちょっとねあのまあこれはねう、えー、嘘か本当かわかんないけど喋ると顔が細くなるらしいんですよで 僕の前の動画どうだったかなちょっとわかんないんだけど、毎日喋ることによって、僕なんかちょっと顔ね、細くなったっていう <laughs>、ちょっとね、話をね、まあ小耳に挟んで、まあそんな、そもそもあの元のね、顔がそんなあのかっこいいわけじゃないんで、まあ、イケメンには慣れてないんですけど、なんかちょっと、 こうやっていっぱい喋ることによって、顔ってね、キュッとこうね、細くなるらしいんで、なんか、えー、まあね、喋りはね、いき嫌いあるんでね、あの、これもわ、なるべく笑うと同じで、まあ話す相手がいる人はブワーってとにかく喋るのは、あの、自分の考えもまとめるとかにもすごくいいと思うんで、まあやってほしいかなと思います。で、体を十分に動かした日は、良質に睡眠が得られ、まあ翌日は頭がスッキリして作業効率が良くなりますってね、そうなんだよね。絵を描くって、まあ性的行為ですね。 静的っていうのは静かな動作静かな動作の疲れなんです結局ね絵を描く時の疲れって。 動的な運動でしかね、癒せないんじゃないかって僕は思ってます。だから、いくら寝ても、なんかこう、首がとか、なんか、なんか背中がとか、なんか、寝た気がしないなー、みたいなことって皆さんありませんかすごい、ま、すごい絵描き続けて、わあ、もう疲れた、もう疲れた、もう寝るぞ、寝るぞ、って言って寝ましたと。で、寝たけど、なんか8時間ぐらいも、なんかもっと10時間ぐらいも、ねね、寝ちゃったけど、なんか疲れが取れないなー、みたいなね、感じしませんか それはね運動不足です、完全に。あの僕あの、やっぱり1日、ね、歩いてきたりというか、ね、半日ぐらいの、例えばゴルフとかで歩いてくる、まあ、3時間ぐらい、4時間ぐらいかかるんだけど、えー、歩いてると、やっぱりね、その日はね、寝ますね、マジで。あの眠りが深い。で寝、睡眠時間も結構取れる。そうすると、すごい起きたとき、すっきりするんですよ。だから、なんかね、寝るためにね、ゴルフしてるみたいな。 <laughs> 良質な睡眠をとるためになんかゴルフのコースなんか行ってるみたいなところはあるかもしれないですね。まああのー、ウォーキングって言ってもなかなかね時間取れないとかもう面白くないっていう人は何でもいいんです、その目的例えば買い物に行くとかあるいはなんか隣町までちょっと景色ね、ねロケハンに行くとか何でもいいんです、自分の中でこれ楽しいなっていうウォーキングでいいんです、あの最初そんな難しい、あのー、運動しなくていいです。 でね、僕、いろいろやってました。18歳の時から。なんかやっぱり、絵描きながらだったりすると、やっぱりなかなか時間取れないとかいろいろあるんで、一番最初の頃はね、ロードバイクってのを乗ってました。ロードバイクって分かりますかなんか、要するになんか、あのー、こういうやつですよ。なんか、すごい速そうなやつですよ。こう,こういうやつですよで。こういうやつですよ。なんか、ここが攻こめ攻めのやつですよ。こんなやつですよ。ちょっと変だな。これはいくらなんでも下手すぎる。こうですよね。こう乗って。 まあこういうの乗ってたんですよ。速いやつ。すごい速いやつ。ロード、ロードバイクね。ここがこうなってるやつ。これね、あの、なんで乗ってたかっていうと、まず深夜になるんですよ。変えるのはね、アニメーターって。だから、あのー、 夜中帰れると。しかも運動になるみたいなんで、乗ってました。あの、まあ、具体的に言うと僕は西東京市あたりに住んでたんですけどね、東京ね。そっからですね、えっ、ー、と、沼袋っていうところにゴンゾーがありまして、そこまで行ったりとか、思い出で言うと、まあ、さらに、えっ、ー、と、沼袋一番遠かったな。えっ、ー、とね、ボンズとかはね、えー、いよぎかなあたりだったり、まあ、もう普通に、えー、この自転車で行ったし、マットハウスかな最初、マットハウスにロードで行き始めて、その後、ボンズに行って、 そのロードで行って、えー、沼袋とかも行ってたのかなうん。みたいな感じで、えー、っと、まあ、えー、このロードでも深夜とか早朝とか、あの、えー、終電、始発関係なしに、まあ、都内を移動できるから、あと運動になるからいいんじゃないかなっていうんで、結局15キロや20キロ乗って帰ってたんでしょうね。沼袋だからね。だけど、 これね、途中で気づいたんですってかね、一回僕ね、あの、僕じゃなくて完全に相手の過失なんですけど、あのー、なんだ、えっ、ー、と、えー、原付と衝突しちゃったんです、僕。原 <laughs>、原付とぶつかったんですよ。朝、ほんと自分の、その何アパートに帰る直前でした。で、横から原付がうーんって出てきて、バーンって。で、えっ、ー、とね、僕乗ってたそのね、自転車っつうのが結構、 20万ぐらいしたのかなこの自転ロードでまあまあ速いやつね。で、その、えー、ブレーキだけでね、2、3万するしたんですよ。さ、ブレーキが、デュラエースっていうなんかやつの、なんかいいやつの、みたいなんで、ね。なんか、いいブレーキだっ,ただ,っただったんですよ。で、まあ、正面衝突ガーンみたいな。正面衝突じゃなくて、側面だ。側面機って、えー、フレームの融合みとかじゃなくて、なぜかブレーキだけ壊れちゃって、それで、あの俺はね、助かったの。もうなんかね、 なんか、くるるんくるんみたいな、パシーみたいな感じで、くるくるさーみたいな感じで、なんか受け身を取りつつ、くるくる回転しながら降りて、なんか俺は全く、あの、無傷で、むしろ、相手の方が、原付きに乗ってる人が、なんか、当たりどころが悪かったのか、なんか、変な倒れ方したのか、<laughs> とか言ってなんか苦しそうにして、俺が引かれた方なのにぐるぐるっていきながら、とっととってきて、大丈夫ですか大丈夫ですかとかっ俺がなんか、そのぶ、のぶつかってきた人の方の弦付きをなんかこう、解放するみたいな <laughs>。みたいな、おっ、ジュラエイスは島ノの最高グレードですね。よくご存知ですね。そうそう、島野懐かしいな。もう忘れちゃった。ってな、まあ、ことがあったりして、これ、危険だなと思ってさ。うん、で、僕、やっぱ手が資本じゃん。 で自転車はやっぱりね、そういう気、なんだろう自分、自分がいくら気にしてても、特にその青梅街道とかさ、あのほら、通り、だーっとね、車を通の通行が多いじゃん、これは自転車、なんかあん、ま、あんま、あの、何 えー、そもそも危険と思って、僕はもうその後、ほどなくして、あのー、頻繁に乗るのをやめましたね。あの自転車やめのっていう、危険だからやめて、えー、で、水泳は、これはね、えっ、ー、と、ね、いいんだけど、あの、水泳ね、いいんですけど、プールないとまずそもそもできないですね、近所にね。なんで、あのー、カミングさの時はね、カミン神草スポーツセンターって言ってね、富野さんがね、あの、あいうこのように言っちゃまずいかもしれないけど、富野さんも通ってるような場所ですね。に え、たりとか、まあ、水、あの、プールがね、結構ね、都内は、都内は結構あるんです。あのー、市民プールで、温水プールで、なんか、1回に300円で入れる、なんかね、500円以下ぐらいで入れるみたいな、いい感じの市民プール結構あるんで、まあ、そういうのにやったり、あとね、マッサージね、あの、手もみん的なやつですね、手もみんや、鍼灸マッサージもね、 いろんなの試しました。ハリー、その何、おえー、普通のマッサージ、整骨、割とあらゆるもの試したけどね、これマッサージはね、その時気持ちよくて寝れんだけど、もみ,揉み返しもあるし、あと、自分の筋肉結局鍛えてないから、どうせまた肩こるの、このマッサージ、気持ちよくてね、眠い時とか、なんか、 あの疲れてる時とかね、普通にこうマッサージしてもらうと気持ちよく寝れるからあの寝に行くみたいにしてやってたんですけど、これもね、実はね、やっぱあんまりね、その対処療法みたいな感じで根本的な解決にならないので、やっぱりえ自分の運,で運動の方がいいんじゃないかなって、最近は結局思っております。 っていう風に感じで、まあ、いろんな過渡期で仕事の後とか、まあ、20キロを走るハーフマラソンやったりとかしましたね。これは、サンライズにいるときに、えっとね、帰り自分の家の西東京市まで帰った後に、えっと、西部遊園地まで行って、えー、ま自転車像っていうのをずっとひたすら走ってって、西部遊園地をぐるっと通過して帰ってくるっていうね、何がしたいんだかよくわかんない <laughs>。これは健康に悪いです。あのね、運動した後って、あの、免疫がね、あの、 その今の過度の運動っていうのは免疫が急激に落ちるんですよその,なんだろうそのなんだろうそのなんだろう一つの過程として筋肉がつくんですよねその、えー、一回自分の体に、えー、損耗っていうか損傷を与えてその超回復でもって筋肉がつくわけでしょだからその超回復時間になんか要するに風邪になったりとか体調不良になることあるのでなんかこのねいかんせんアニメーターとか絵描き系はねなんかマゾッ マゾ系ある人多いんで、なんか極端に触れちゃうやつマジ多いんですよ、ね。僕も多分そうだったのかもしんないですね。マゾ系で、要するに自分を痛めつければなんかうまくいくんじゃねえみたいな、なんか思い込む人多くて、なんかスポーツにはまっちゃうと、なんか、もうすごい過度な運動しちゃって、その後、なんか体調不良になったとかね。そういうことね、あるんで、あの、皆さん気をつけてください。なので、とにかく皆さんね、いきなり、やっぱりさ、こう、自分の仕事も終わんないし、なかなかうまく何、絵描ける時間もないし、なんか、 大丈夫かなみたいに皆さんね、ちょっとね、あのー、そんなスポーツする時間とか運動する時間もったいないよって思って、 ちゃそこは、あの、なんだろう、長く絵を描くってことを考えたら、やっぱりね、とにかくね、可能な範囲で、例えば、本当と、1駅歩くとか、そうだな、1時間なんて歩かなくていいえとかね、僕やってたのは、やっぱね、音楽というか、そうだな、その時にまに、今だったら、やっぱり YouTube とか聞きながらとか、YouTube ってやっぱりさ、見るものだけど、聞くものでもあるじゃないだから、なんかためになりそうな人の話をひたすら聞きながら、なんか、歩ったりとか、 そういういのはしてましたねだから走ななくていいいいでですす歩った方がいいですなんか一説においてあんま走るのって体良くないらしいっていう話も最近聞くんですよなんか内臓とか頭のに対して衝撃が大きいらしいっていう噂も聞くんでなんかウォーキングとかやっぱ一番無理ないんじゃないかなっていうふうになんか最近は思ってますって感じでねまあ何かととにかく理由をつけて外に出て体を動かす機会を持ちえこ体を作りましょうっていうことなんですけど 結局外でそうやって体というかね、そういう時にあとはやっぱ皆さんだったらやっぱあのよく観察してください、人間の動きとか風景とか、その時にどういう風に絵を描いたらいいんだろうとか、っていう風にそういう時もネタの収集時間だと思ってください。宮崎さんもね月にね月じゃない週1か、週1にあの人なんか日曜日だから歩く日って決めてたらしくて、延々となんか歩いて。 るらしい今はちょっと分かんないですけど僕が前に会った時には歩いてたらしいですよ。だから ね、早く亡くなった後輩の何、えー、監督とかに「お前本当運動不足だったからだよ早く死んじゃってよ」みたいなことをその追悼の時に、ね、言ってたりとかねアニメーター結構ねそのあ,あるいはアニメ関係者アニメ業界関係者とかって結構やっぱね早くにして亡くなってしまう人がやっぱりいるんですその理由はとにかくこうやって座ってるから座ってるっていうのが内臓にやっぱめちゃめちゃ負担にあの大きいわけですこのデスクワークって本当にあの体に案外こう座って楽してるみたいに見えるけどあの 逆に体に負担を。 になってるんですよだってね昔何万年前はねその狩猟生活でひたすら走って歩くっていうのが人間の基本だったんでそこから比べていきなりなんかデスクで1日8時間かくってそもそも超不自然なわけですよなので皆さんはあのなるべく、えー、と何か理由をつけてあの1日30分とにかく30分でいいですこれもねなんか昨日の30分で行ったいみたいな話とちょっと似てますけど30分でいいから運動しましょうで今の仕事が終わってない、うん、そんなんでそんなん時間ないよって思わないでくださいそれが結局は最終 体が体調不良になって長期先生離脱とかしちゃうとそんな何体調不良で先生に離脱して1ヶ月じゃあずっとねあの何絵かけませんとかねちょっと逆にその体調不良プラス運動不足で結構うつ傾向になったりとか精神的にメンタル的にやられたりするんです結局血流なんですよね血流がえっと脳みそに入る 血のポンププアップっていうのかな筋肉が低下するってことは、まあ、足の筋肉とかに、まあ、一番太ももとかに一番筋肉ってあるでしょでそれがポンプの役割をしててそれが血流や血行みたいになっててそれが結局リンパとか神経とか脳みそとか、まあ、あ,りありとあらゆる細胞にさあのポンプアップするわけじゃないですかその筋肉が弱るってことは血流が悪くなるから メンタルがこう,うって落ち込むっていうのはやっぱこれをねある程度あのまあ、科学的にね実証されてる話だと思うのでやっぱりねあとねあの睡眠の話もそうだけどやっぱり運動大事ですよマジでとにかく長く書き続けるためにはやっぱりあの運動はあの絶対入れるっていう風うに、えー、してほしいと思いますあの今の目先の目先の数、えー、目先の仕事絵、えー、の仕事とかにまあ、ちょっと縛られすぎずに え長い目で長期的に書けるようにってこととまあ僕ね、アニメ集クでねおかげさまで8年ぐらいあのちょうど続けてるんですけど1回たりともね、添削をね、なんだろう、もう僕、体調不良でなんか2ヶ月とか1ヶ月先生離脱で入院で皆さんご迷惑をおかけしますんでその間の添削はできませんっていうこと1回もないんですよ <laughs>。そういうい何、えー ご迷惑は実は一度もおかけしてなくてですね。えぇ、ー、解禁症じゃないけど、永遠と、まあ、多少ちょっと風邪ひいたり、多少ちょっと用事ができちゃったりして、皆さんにお届けするのが少し遅くなったりっていうことはまああるんですけれど、えっ、ー、と、一台一回たりとも、その長期離脱っていうのを実はこの8年間したことないんですよね。これね、やっぱりね、体、体調ね、一応ね、あの、いや、そんな、その何メンタリスト大報道じゃないけど、